世界ラグビー W 杯日本大会が盛り上がり盛大に終わった。日本代表の活躍がどれだけ日本人に感動を与えてくれたか計り知れないものがある。著名人はじめスポーツ関係者等のコメントも明らかになっています。誰もが想像をしていなかった日本代表の決勝戦グループまで上り詰めた大健闘し、世界に日本のラグビー。 の存在もも再認識させた場面でもあります今回の世界ラグビー W 杯大会は海外から評価が高く日本のファン観客の取った行動に感銘をしたことでコメントが多々ありまだ感謝喜び交流の余韻がまだ残っている状態です2020年に今一度 東京でラクビー大会を開催ししたた意意向を意思表示したようです。開催地を日本で具体的に立候補したものか本来4年に一度開催となっている世界ラグビー W 杯が続けて大会を開催できるわけがない実行をするにしても目的形式での第二名分が必要であるとともに賛同してもらえるもかこれからの課題かもしれない だが、記事によると、賛成者が大多数だったそうで、まだ一部の賛同かもしれないし、さらに多くの。参加するためにも時期的にも、20年は早急すぎないものか。主催国側から見れば、海外から来客も増加し、その受け入れ側の準備も簡単なことでないでしょう。もし実現したら、きっと盛り上がる大会になるに違いないが、心配することは。 関係者、ラグビー日本代表の選手家族に負担をかけることです。